さてさて、ほんでね、その原発や原爆、要するに核爆発とか核融合は、まあ、核、ちょっと今の問題がありますから、いずれそんなの分かりできますよ、皆さんね。もう話しに来ると思います。で、ただし、ちゃんと勉強した人しか意味が分からないです。それはね、その文学的っていうか、感情的、文学者の感情をどのように洗練されて表現するかっていう話ですから、実は。やっぱり文学も感情なんですよ。その感情的に捉えたら、たとえそれが文学的であれ、よく分からんはずです。で、その誤解、文学的誤解っていうのが、ずっとずっと私たち人類の悲劇を招いてきたんですよね。そのことは自覚なさってくださいね。政治である、宗教であれ、経済であれ、社会であれ、生活であれ、医療であれ、健康であれ、学校生活であれ、教育であれってことですよね。すべて、文学的錯覚、感情的誤解が、教育その他を狂わせてきたわけです。ね。さて、じゃあその核分裂によってその放射性物質は素粒子を吐き出します。そうでしょ？習ったでしょ？そういうの。素粒子って習わんかったんだけど。ね。だってもう陽子とか中性子とか電子っていうのが素粒子の一番粗雑な、一番大きいもの、波動が一番粗雑なものなんです。もっと波動の精妙なものは皆さん素粒子として最初から習ってるはず。ただそれだけなんですね。光子、光も。あと音もね、それからエネルギーもそう、熱量も素粒子、それからあとは磁化、重力、ね、そういったものも素粒子なんですよね。で、量子もそうです。量子はその選ぶっていうことが、まあ、とあと反対側の世界が、量子にとって反対側の世界を征服しようとする、すると征服されて、で、最後消える、ね、そういう素粒子の中の量子の終わり方ね。相手を含んでもそれは鏡の向こうの自分である。そして攻撃した結果、向こうからも攻撃してきて滅ぶ。陰陽、愛はして滅ぶっていうのが量子の特徴。ね、量子こそが陰陽の真髄の一番恐ろしい部分を、ね、伝えてますよね。ブランコ理論とか言うけどね、それだけじゃない恐ろしさが量子にはあります。消えてなくなるんです。自分の反対側の自分と喧嘩した結果、消えるということですね。それは性別のことも関係あるかもしれないね。さてさて、そうそう、性別の根拠は量子、量子科学の量子かもしれない。ね、そっちの世界にどんどん行かなあかんけど、とりあえず今、その素粒子が放散されることによって、その素粒子は素粒子の中で時間に関する素粒子もあるんだよってことですね。つまり、陽子、中性子、電子だけが放散されて、元素、つまり原子が崩壊してるわけじゃない。原子爆弾というのは原子だけが崩壊してるんじゃないよねと言ってますね。だから時の素粒子を捕まえた意識はそれに乗って飛べるってことでしょ。まあ今簡単に言えばね。さてさて、じゃあそれが細胞の中に入ったら時の素粒子がというような感じでしょ。まあ今ね、面白そうってやっと分かったでしょ。で、ところにね、でも危険なことでね、命自体は死ぬから科学的にも死だし、そしてその浴びすぎたかね、細胞全部どっか消えちゃうというか、いなくなっちゃう。でしょ？いなくなったでしょ？影だけ残していなくなったでしょ？それ怖いんですけど、向こうの世界で生きてるんですよね。ただどういう形かっていうのが、ちょっとそこがホラーなわけですよ。細胞全部でいけなかった場合ね、一部分しかいけなかった場合の話ですよ。あ、リスク高ってわかるでしょ？それならいっそ核爆発全部起こして、全部滅ぼした方がまだマシ。だって、その次元が消えるだけで、まあまあ通したこの一つの層が消えただけだから、その他の世界にあなたの体が大抵はあるから、ただうちと違ってない場合があるよ、皆さんの方にはって言ってる。大抵あるってことは、あれ俺、妹だっけとかね。あれ俺、兄貴やったかなそのぐらいは嫌やろとか、そんなこともいらんやろって。そういうことはあると思うよ。悪いことですまないけどね、なんかカップル同士が、ああ入れ替わった。あるよ、あるある。あるあるよ、で、あるか。ただただ、俺が中国人やったら分かるやろ。それでもいいでしょ、中国人やった。木下パク、中国人だから、当時はまだパク、要するに木下
ていう人たちは、であるか、あるあるよとか、あるあるって言っとって、その時代まで来ましたっていう人たちは。実は。さてさて。あ、言ってない人もってやつ、一生懸命苦労してね、努力してね。ね。それは、あるありって書くでしょ。感動の勉強ないでしょ。昔、あることがありました。こんなことがあったんですよとか、こういう人がいたんですよ。在友人。ある人ありって感じ。それがあるあるの、語源なんですよ、実は。なあ、それだと格高いやん、あるある用も。用が格高くないねんな。ざらつこへんねん。でも、用も格高くないやろ。和用が格高くないか。うんうん。用格高くないやろ。あるある。用で、あるか。何の話しちゃったっけ。あ、そうそう、だから、ね、結局じゃあなんで津波残されたかって、こら日本勝手に編集するの事件をって、怒られて、バレて、で、嘘、アメリカが知っとって、じゃあなんであれって、野党政権やから、使うなよ、バッシャーってやられて。でも、アメリカ民主党やったら、日本の野党と協力するんじゃない？民主党のが立ち悪いって言ってたら、共和党より。共和党って最近そんなこと知ってる。ではな、ドイツ系の人たちが共和党に多いから、南部とかね、例えば。じゃあ、NASA とか南部でもあるじゃない。え、じゃあ共和党も知ってたんじゃない？今の支持者の話って。共和党知ってて、もちろん。アメリカはどっちもそういうこと知ってんねん。支持者の話したんです。支持者の場合は民主党の方が知ってるよって、そうが、そういう攻撃型の弁護士だし、科学者も多いし、あっちは。ね。で、共和党の方は、NASA とかいろんなも誘致してるの、軍隊とか、基地とかなの。日本人で海軍基地あるんでしょ？フロリダとかも誘致してるじゃん。宇宙の打ち上げのところとかも。ね。どっちも首脳陣は知ってますよ。それはもちろんのこと。日本もそう。諸外国もそう。あらゆる国そうやねん、実は。ベラルーシのおっさんも知ってるかどうか知らんけど、知らんかもしれんけど知ってるかもしれん。ブラジルのおっさんも知ってるかどうか知らんけど、知らんかもしれんけど知ってるかもしれん。なんかいかにも知らなさそうなキャラやけど、じゃあ我先にしようとかどうや。我さ、なんてブランクインやったかな、忘れた。な、知らなさそうで知ってそうでわからんやろ、わけわからんやろ。その秘密やろ、なんか、高等な秘密やん、高等な。でもな、じゃあ石破政権になったら、核施設って言っちゃった。原発一気にメルトするかな。じゃあ、その次元全部なくなって、石破政権一瞬で強いと消えて。そんな、特に言うの。石破首相そんなおらんでって。そう覚えてるやろ、みんな。で、それでもう一回チャンスをくださいって石破さんが言って。もうあんなことしませんって。悪いことしようって。で、一気に潰されて。原発全部壊されて。どっからでも壊せない、宇宙からでも。北朝鮮からでも壊せるけど。な、人工衛星からも壊せる。日本の原発全部一気に。だからうちにとって不都合なことしたらフリーメイソンが一気に原発壊して、その事件がなかったことになる。石破首相なんかおらんかったことになる。でもその時だけなぜかうちだけ覚えてたりしたやろ、その事件も。あれ石破首相っておらんかったって。はちょっと石破って誰って。えってなってたよ、うち。覚えてるよ、みんな。覚えてるやんな。ああ、忘れてるやん。それを先に騒いでたことも忘れてんの。その事件もじゃあ消されたんや。何それ。じゃあ、ほとんどの事件安倍さんが消しちゃったんだ。わざと原発メルトさせて。東日本大震災の時も、な、本当に中心次元は死んでるもんな。あれとちゃうけどな。せやけど、結局東北地方の人も今飛んでるのよ。タイムパトロール。相馬地方の人多いのよ、タイムパトロール。なんだか相馬さん何したよ。おっと、しみつぷ。パナソニックの相馬さん何したよ。なうちの先輩。な、SMA なのかな、音楽サークルのどうしたの、うちが一番尊敬してた、あ、歌で、歌う先輩の中で、なんか、すごい、鉄工所みたいな先輩だ、鉄工所みたいな先輩。相場とか内藤とか、大門の人に通ってね、どうした、面白かったよ。吉本も大門の人にちゃうかったさ。いっぱいいて、ほとんど大門の人やったりしな、うちの語学友とか、ご先輩たち、ご後輩たち。多分そんな気がすんねん、なんか。どうしたってそういう怪しさがあんねんで、京都やし。京都で一番古い大学やで、西洋系の大学としてはね。どう
と大学ってもともと仏教用語で、仏教系の大学も古いんだけど、その近代大学じゃなかったわけで、後で近代系、近代ってあの近代漫画とか、近代メガネのことじゃあね、その近代的な西洋式の大学として認められたのは、あとかそっちを申請したのが後やつだけね。もともと大学って仏教の勉強する場所ですから、用語としてはね。でしょ？さてさて。あ、じゃあ、儒教用語がその前に、大学中央みたいな。まあ、その辺の、教則は適当にそっちで取っといてください。うちそこどうでもいいから。うん、質やってちゃんと勉強します。どっちが先かなでしょ勉強したら分かるよな。そんな、どの本買ったらいいのそのネット載ってんのか。誰か、おお、オファーでネット載せてよ、ね、ほんだら。それはええとして、じゃあね、海の満ち引き。あれも素粒子なのよ。素粒子の、あの、作用で海の満ち引きがあるんだよ。だから実は海が最大のタイムマシンやねん。地球最大のタイムマシンどころか、宇宙最大のタイムマシンって地球の海やねん。だから海水浴が帰ってきたら次元違うのよ。なんかそんな気せえへん。もうめっちゃ泳いで聞いたけど。そういえば。そういうの別の次元圏の海で思いっきり泳いだら、それは浦島太郎の話とちょっと関係があるわな。相当泳がなかったその日に。まあ、何日かの泊まりが出てて、もう泳がんでは、もう随分間、わー、悪かったって言ったら、もう、実は別の次元に帰っちゃってんの。そこにも自分おるから帰れんのってね。で、海やったらそういう安全やな。ほぼそれや、ほぼそれやから。自分がおる次元にしか移動せんやん。例えば大手間もね、臨海学校、臨海じゃなくて、ね、臨海学校っていうのもう両方あったんじゃない？海の方 の、 その学校っていうか、特別講習の時はね、結局、3キロ円やってすぐ3キロの円を、その前に書かせんの一緒ちゃうんで。夢、将来の夢。で、具体的に書いてもいいし、どうでも、まあ、どちらでもいいけどって。で、叶いそうな夢書いたら叶うけど、その夢叶って嬉しいかとか話でね。本当にこれだけ譲れんっていうの部分だけ、死んでも、この永遠で死んでもええつもりで書かんなかんないって言われて。で、みんな書かされんねん。これだけは自分の人生に実現してほしいんだって、そういうの書かなく、全く意味がないなって、女の先生に言って。で、みんな必死で書くの、小学校なりな、小学生なり。で、3キロの泳ぐ。で、帰ってきた世界で、で、君が、この世界を望んでたんだ。で、全員言われる。どの次元に行ったら君たちも言われてるのかな。実は。どの次元にも。君たちの体があるっていうのはその水泳から所詮そういう安全性がある。で、浦島太郎水泳に聞こえてるよ。だから帰ってきた世界に自分の肉体がなかったって話じゃない。あれな、じゃあ海に一番触れた陸上の生き物ってまあうちら人間やからハマズ、まあ霊長類の中ではね、海に一番に触れてるの。だから私たち生きながら実は次元を自分の生きた次元に行ってるわけ。海のそばに住んでる人は特に。内陸がちょっと難しいね。で、私にはまあ、もともと産後土質やったと言えな。でも産後土質ですから、セラミック土質だから、往々にして、時がしょっちゅう次元は変わってるよな、多治見は。で、産後土質だから、核融合研究所も、多治見市と時市の間に、まあ、時市の方にあるのかな。まあ、時市の多治見市よりにある。核融合じゃなくて、核分裂じゃなくて、核融合の方がある。締める方がある。広がる方じゃなくて、締める方がある。たじみと、まあ、この辺、東の地区に、中津国にある、日本の神道部。ここには、大和民族は、首都、絶対置かれへん。そんなんは絶対あれやで。憲法とか、そんな、何党が天下取ったり、大和民族が首相なんでも変えられへん。もちろん。そんなんするとも外国人でバレバレやもん。な、日本人は絶対せえへんこと。大和民族が、中津国に首都なんとか置いたらあかんねん。名古屋にすら置いたらあかん。まあ、そんな意味で大体わかるでしょ。名古屋にも首都置かれへんね。大和民族かな。大和民族300万人ぐらいしかおらんけど、みんな自分のこと大和民族と誤解してんねやろ。そうやとますます置かれへんわ。ね、でしょ、まあ、まあ、ますます論じゃないけど、相対論でもないけど。で、うちがも来てるから。多治見首都とか、中津国に首都持ってこようと思ったら、うちがその原種になっちゃうの。そうやで、そこを、大和民族系の連中が、ご利用しようとして、本当にゴリラになっちゃうな、あんた。な、生き物の別の人がポーンって変換されて乗っちゃう。そうならないようにって、上手に工夫しながらって、そこまでして来る場所ちゃうの。もうすぐ沈むから、日本列島って。海に。塩風呂灰みたいなの使われてるから、もうずっとしばらく使ってきたの。海水浴と一緒。日本列島も海水浴したの。実は。だから沈むのもね。江戸川慶子が予言してたよ。うちのお父さんと顔そっくりやったな、江戸川慶子。
江戸川慶喜が口走ってた医療の知識、あれうちのお父さんが持ってた知識、直津時間の知識、うちのお父さんと顔そっくりで、江戸川慶喜若い頃の、まあ、ある時期の顔、ま、めっちゃそっくり、全く同じ顔言っても過言じゃないからね。で、ただあんまり全部沈むっていう江戸川慶喜のほとんど沈むはちょっと気の毒だもんだ。自分我ながら気の毒してるんやさ。だからブリテン諸島も沈む。で、半分ずつ沈むけど、お互い。それは大丈夫ですね。ブリテンも疲れる。食ったことないの、産業革命以降。どんだけ疲れてるの、あっちも。な、日本でともそうなんです。あとはそれほど疲れてないって言っておこう。な。ペルシャ湾ぐらいかな、疲れてるとしたらと。な。な、そんな感じ。あと、あ、そうですね。ローマ。イリリア半島疲れてるかな。うん。イリリア半島も今回一緒に沈む可能性すらある。そうだね。バグチカン四国も沈む可能性があるの。なんでかって。国土が疲れてるから、ただそれに尽きる。な、国土のこともっと考えろ。な、自我、プライド、結構やけど。国土疲れてるって気ぃつかんか？本当にひどい人たちね、あんた。さて、そんなわけで、結局、その、ね、国土が塩風呂入ってまた、ああ、気持ちやったって出てくる。海水浴、ああ、もうこんだけ増えたらええわって。日本で言ったブリテン諸島やイリリア半島が戻ってくる。ペルシャ湾が戻ってくる。やれやれよかった、めでたし、めでたしでしょ。ああ、疲れも取れてるわ。ああ、上天気が近く、風も気持ちいいとか、そんな感じやね。国土にとっても、目が閉じてて。ね。で、まあ、陸上やったら、例えば、猫の尻尾とか、スズメのキョロキョロとか、あんなもその次元とか関係あるわ。あんなも次元変わるけども、一応、素粒子があるように、クックックックって、素粒子が猫の尻尾とか、スズメのキョロキョロに、めっちゃ引きずられるから変わる。だけど、海の物量にはかなわんよ。だから内陸だけやね。猫の尻尾とか、スズメのキョロキョロに、やはり左右されるとか多いの。でも、塩風呂が行ったら、もう左右されないよ。塩風呂の方が強いの。それだけ。バカバカしかった。あ、マイドル。マイドルじゃないわ。じゃあねー。バイバーイ。わーとかとかにやる坊さんまでが来るから。